大変長らくお待たせいたしました。ただいまより SWS プロレス昇竜怒涛ザ・バトルホール5開始いたします。10分19秒、勝者鶴見五郎新倉文宏組。第3試合タッグマッチ30分一本勝負、
片山明、中野真一入場です。長コーナー211番と片山明、244番と中野真一。剣道長崎ザ・グレート歌舞伎入場です。青コーナー266番と剣道長崎、244番とザ・グレート歌舞伎。お下がりください。危険です。お下がりください。23分23秒、勝者ザ・グレート歌舞伎剣道長崎組。
週刊コング副編集長長野武博さんにお願いいたします。よろしくお願いします。どうも、どうも。復帰して初めての東京ですけども、その多くのお客さんと今の熱いあしらコールを聞いていかがですか？みんなどうもありがとう。流言法はリボリューションはどんな会場に行っても田舎に行っても一生懸命やるよ。だから今日も一生懸命やる。それでいいやろ。それでありがとう。相変わらずすごい迫力ですけども、顔だけで3年間ね、原さんは何にもしてなかったのにこれだけの体を持っててね、でしかもプロレスへの情熱っていうのを全く失ってなかったっていうのは、僕なんかにしても本当びっくりしたんですよ。もうプロレスのこと忘れて生活してると思ったからね。その原さんがこうプロレスを忘れないでいたっていう、その支えなしさっていうのは何なんですかね？それはもう今まで市場でもね、雑誌とか新聞とかそういうところでも言ってるけど、天竜源一郎ともう一度やりたい、一緒にやりたかった、戦いたい、それだけだ。で今日はメインイベントで、まあ、タッグでその天竜さんとぶつかるわけですけども、その意気込みっていうのを、もうここに来てるファンっていうのはすごく詳しい人ばっかりだからよくご存知だと思うんだけど、完全な体調ではない。でもそのうちに完全な体調に戻ったら天竜と二人で大きなことどでかいことをやりたい。だそれを確かめてもらうには直接ぶつかるのが一番いいと思ったから、見てるだけじゃなくてそれにはやっぱり戦うことが一番いいと思うし、まあ、力いっぱい今日はやってる。で原さんはね、横浜アリーナの1周年の時にね、もう少し待ってくれって言ってたでしょ。で、まあ、今日の天竜さんとやるのにしても、まあ、自分がどれぐらい戻ってるか確かめたいっていうのもあると思うんですけども、自分では実際どのぐらい戻っててね、目処というかどのぐらいになったら完全に持っていけるだろうと。だからスポーツマンっていうのが3年間のブラックっていうのは本当に大きいと思う。だからそれがまだ今2ヶ月ぐらいか、なんちゅうのかな、きっと、まあ、この後のあれだろうけど、みんなに支えられてるっていう感じがするし、体調で言えば思ったよりか早いっていうのは実感として。だからラグビーで本当に14年間やって、たった一試合だけ、それこそ国内外を問わず何百試合ともう数え切れるような試合をやったけど、その中で本当に燃え尽きた。もうラグビー、もう勝ち負けもない、敵の味方もない、ラグビーだけを追いかけたと、そういう気持ちになれたのは一試合しかなかった。だから俺はプロレスでもそれを味わいたい。で一番最後はやっぱり天竜と戦って、で、真っ白になって散りたいし、プロレス生活の最後は俺は天竜に解釈してもらいたい。ごめんなさい。みんなね、レスラーを燃やすのみんなだよ。置いてるか。みんな今日はありがとう。第4試合、エスタブレスジュニアヘビー級王座争奪戦20分日本勝、大矢健一入場です。青コーナー195番号折原雅子、赤コーナー
よ。5分経過。
下がりください、お下がりください、危険です、お下がりください、お下がりください。
初見入場です。その場その場で変えてきますからね、攻撃のパターンを。だからそれ裏をかぐっていうのはもうできないですね。こっちがこう行けばあっちがこう来るから、それを変えてくるから、それを捕まえた時ですね、その時しかないですね。感情あまり表に出してこないんでね、まあ表情に出ないんで分かんないんですけどね、まあうちに秘めた闘志はかなり持ってると思うんで、どっちかって似たようなタイプだと思うんでね、やりづらいことはやりづらいんですけどね、まあ負けるわけにいかないんでね、なんとか勝ちたいと思ってます。ラオコーナー225番とサロこの試合の勝利者にはエスタブレスオフィシャルスポンサー株式会社西松建設より西松建設祭が贈られます。
5分経過5分経過
10分経過、10分経過。本日のセミファイナルタッグマッチ45分1本勝負、赤コーナー290ポンド
5分経過、5分経過、5 minutes ゴーン。
分経過、10分経過、テミニツ、テミニツゴン。
そうですね、3年間のブランクということで十分な体調じゃないから少しずつこう確かめは僕も確認し天竜選手もそれを確認してくれる意味でもやっぱり当たってぶつかってみるのが一番だと思うし、まあ、どれぐらいまで上がってきたか試してもらおうと思ってます。ではもうとにかく サムソン・フェイケー260スタンド、アシラ・ハラー青コーナー244スタンド、石川・タカシ
266番の遠流ゲイジンド。本日の名イベントの勝利者には株式会社メガネスーパーよりメガネスーパー杯並びに金一封が贈られます。
このマジの初めてでガーンって
15分経過。それはあなたも嫌ですね。そのままみんなもいいだろうし、全体感は別のないだろうが、レボリューションとパラスターだけ客入らなくたってしょうがないね。俺たちもそのつもりで最初半分かもしれないけど、向こうの国も上手くとけない上手くとけない、結果こうなるけど、そういうの気分がいいね。自分でもびっくりするぐらいっていうか、おかしいけど早いと思うしね。いや、60は完全に越したと思う。
皆さんが見た通り走らん言うたらお客さんが見た通り判断するよ。